久保さん、今回は負けにしましょうか。負けないでとかね。まあ昔ザードで負けないでもう少しみたいなね、歌ありましたけど。うん、まあ今回ね、ロシアとウクライナ、うんまあぶっちゃけ、まあウクライナがもう潜入してきた時点で報復しますみたいな。戦う気ありませんみたいな。もしそうしてたら、まあ、 人が死ぬことは少なかったでしょうね。うんだけど、まあそれをしちゃう、それは、まあ国民自体も、うんまあいろいろな歴史も背景もあるだろうし、まあ何が正しいんでしょうかね。うんだからまあい今いろんな意見があるとは思いますけどね。うん。あの報復しちゃった方が、まあ人死ななくていいっていう。うんで、まあ、 どこまでね、NATO、まあ、加盟なんだ分かんないですけど、結局、軍事力のベースで言ったら絶対ロシアに無理じゃないですか。軍事,軍事の,その量だったり、軍事力は、まあ、核も持ってますしね、最終兵器で、ロシアは。だからその多分、分まあ普通に戦ったらちょっと難しいと思うんですよ。 まあこれは長期戦になればなるほどやっぱその数の理論が出てくるしまあこれがね世界的にそのあのなんだろうなウクライナに物資がこうバンバン行ってまあ武器ですよねあとは空からとかもまあそうすると今度ロシア対全世界になっちゃうんでまあそれもなかなか亀なんかねまあいろいろあると思うんですけどうーん。 何が正しいんでしょうね。うーん。まあ、その、ウクライナの気持ちもね、多分、ね、うん、あ,あるだろうし、ただまあ、死んでますからね。まあ、でも、どっちが悪いねんって言われると、まあ、ロシアが悪いのになんでこっちがっていうところもあるでしょうし、ね。難しいですね。ただまあ、僕はね、負けを認めるっていうのも、 まあ、一つの戦略かなとは思いますね白旗あげるっていう。うん、僕はねそのビジネスにおいてまあ勝ちか負けなんですけど負けを受け入れることによって次に生きるっていうのもあるので、うんまあ、負けず嫌いっていうところもあれば負けを認めるっていうところもあなんだろうなフレキシブルに対応するって感じですね。 うん、ここは勝負ってとこは勝負するしでも無理だなと思ったらだからそのドラクエで言うならば戦う防御する逃げるとかあると思うコマンドがあると思うんですけどだからそのそれをフリキシブに使うっていうのがこう生き残っていく上では非常に大事なのかなと思います。うん 戦い抜いて勝って,勝って王者になるというよりかはどんな状況でも生き,の生き延びるっていうね僕は生き延びるっていう方が僕はビジネスをやる上で大事だと思うんですね生き延びるどちらかというと売り上げをバンバン上げるよりかはどう生き延びるかっていううん。ん久保さんが前ねそのなんかハイヒールに酒入れて飲んだりとかまあ雑草を 金もえんだったら雑草食うよみたいな話もしてたと思うんですけどなんかその余計なプライドとかもしててうーん,なんだそういうこともやるってことですねうんまあできるだけそういうことはまあやりたいかっていうとねやりたくはないけれどもまあそういう状況に置かれたらまあやるしみたいな何なだろうなまあフレキシブルってことですね うん、やっぱね命なくなったらもうどうしようもなんないので、うん、何もこうもないじゃないですか,だからビジネスで破綻したら、まあ、ビジネスで破綻したぐらいだったらまあまあ命あるんでねまた復帰できることはあるんですけど、まあ、戦争の話だとね命なくなったらもう,もう無ですからね終わ,りでなん終わりなんで人生もクソもないじゃないですか。 うん、だ僕はもうあの攻めより守りを徹するって感じですかね守っていくっていううんどちらかというと今はうんだからまあその固定費もあんまり上げないってことですねうん34打った理由も軽くしまあそのリスクもあったんでね盗難リスクもあったんで 盗難さだからそのリスクをできるだけ排除するっていう感じですね。リターンを得るというよりかはうーん、リターンは小さくでもいいからリスクを大きく減らしていくって感じですかね。リターンをしっかりちょこっと取ってリスクをできるだけ削ぎ落としていくっていう感じかな。うーん まあ僕はもうだいぶね、借金も返しちゃったんで、責めなくてもね、借金があるときはね、責めないと返済がありますから。<laughs> なんで、あれでしたけど、今はそこまでって感じですよね。うん、やることはやりますけど、でもそれも,それもまあ許容範囲でって感じですかね。うんだ前はまあやりたくないこともやってましたけど、うん、コンサルとかもやりたくないですけど、やりましたからね。うーん。 で安い金,金,金額ではコンサルはちょっとやりたくないですね。んもう、もうやりましたね、コンサルは。うん、そう、もう、教材売りの方がいいですね、うん。はい、いってらっしゃい。